ね、ハルくん。こういうところの屋台ってさ、なんでかわからないけど、すっごく美味しそうに見えるよね。焼きそばかな？お、お邪魔します。気にしなくて。それより冷めちゃう前に食べよう。幸せそうな顔、本当に好きなんだね。そっか。じゃあ、私が作るお料理とどっちが美味しい？だって、私のお料理にも美味しいって言いながら食べてくれるけど、同じくらい美味しそうに食べるから、どっちが美味しいのかなーって。もう作ってあげなーい。
でも、もう作ってあげないっていうのは冗談だから、気を使わなくてもいいよ。なんでそんな私が喜んじゃうようなこと言うかな。あ、そうだったね。ねえ、ハルくん、こっちの行こう、どうしようか。私、来てこようか。ごちそうさまでした。なんかもうまたリボンド入っちゃったよね。ソキ？ハルくんが誰と結婚したいかって言う？それは秘密。だってお願いって人に言ったら叶わなくなるって言うし。これ